失礼します。おはようございます。おはようございます。今日一日密着させていただきます。お願いします。朝はだいたい何時にいつも来てるんですか。朝はだいたい6時、6時35分から点呼なんで、6時半過ぎぐらいに起きて、ですぐ点呼行って、あ、そうですね、降りて点呼です。あ、これはトップの出た時のユニフォーム。あ、そうそう、デビューした時のファイネル選手がはいはい、はい、お金払ってくれて、へー、言ってくれたんで、へえ、持って帰りました。めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、じゃあちょっと点呼の時にまた、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、おはようございます。どうす。ちょっとね、カメラの前ですけど、ちょっと言わせてもらいますと、今日の朝、トレーニングルームのエアコンがつけっぱでした。自分がつけたんじゃないから、ないんじゃなくて、自分が最後だと思う、最後つけてず、生活のメリハリ、きちっとできるように。ここで掃除を半分は先に朝ごはん行くんですけど、はいはいはい、半分は掃除してから朝ごはんになります。なお部屋の掃除とかも結構頻繁にやるんですか。部屋は部屋点検っていうのがあって、はい、その時は寮長寮母に見られるんで、はいはい、その時はまあ結構ちゃんと綺麗にした。月1ぐらい。月1ぐらい。結構ボリュームがパン2枚。パン2枚です。全然朝から食べれる感じです。もう慣れたんで。最初はやっぱり。最初はきつかったですね。やっぱそうっす。これが普通なんで。嫌いな食べ物とかってないですか。ああ、トマトとか、トマトとかキュウリとか、あと野菜は苦手な、苦手なんですけど流し込む感じ。そうやって克服していくわけですね。美味しいですか。美味しいです。この後は一旦部屋で休憩みたいな。そうですね。スマホを撮って。あ、スマホを撮る。なるほど。10時に募集なんで。なるほど。その出したやつを朝ここで撮って。おはようございます。どうぞ。あ、こっちくる。いや、こっちくる。ああ別にそこからはもう自分のケアしたり、ああサッカーノートとかつけたりしてるんですか。あ、サッカーノートはそうか、週に1回提出あるんで。あ、週に1回。はい、読
米大事なんだよね。なんか言われてますけど。田中選手はどんな先輩ですか。いつも喋ってくれて優しいし、サッカーとかもアドバイスくれるし、めっちゃいい先輩です。え、最初の印象となんかあります？変化というか。最初はやっぱ怖かったですね。怖かったけど、はい、喋ったらめっちゃ優しいし、あ、優しかったです。なんか意識高いなとか思います？はい、なんか夜とかもずっとストレッチしてて、なんか暇あったらボールとか転がしてるし、意識高いなと思います。なんかさっきあの同部屋の子に話を聞いたら、はい、いつもなんかボール触ったりとか、ストレッチしたり、夜とかもストレッチしたりとかして、そうですね、なんかめっちゃ意識高いっつって。ユース入って3回大怪我して、入寮する1ヶ月前に骨折して、ここが今もボルト入ってるんですけど、あ、そうなんですか。9ヶ月9月に復帰するまでずっとリハビリする、1月にまた膝やって、逆の膝やっちゃって、こっちの軟骨怪我しちゃって、6月に復帰して、はいはいはい、6、7、8、9とやって、はい、10月に次は腰疲労骨折って一緒になってで、3月に復帰してって感じですね。もう絶対怪我したくないんで、うん、人一倍そういうのは意識してて、うん、ケアがもう誰よりもやってるんですね。トップに行ったら誰とよく喋るとかあります？あ、やっぱ高大くんとか、あ、シン君もだし、はいはいはい、あ、でも、あおさんとかも、お、あと、こうせいさんとかも、はいはい、話しかけてくれますし。へぇ、どんな話するんですか、あおさんとかこうせいさん。あおさんは、サッカー以外なんですけど、はいはい、その災害の話で、なんか、人のためにやっとけば絶対帰ってくるからって言われて、ボランティア行ってみって言われて、人間性が違うなと思って、すごいな。よく、ボール借りていいですか？ボール？なんで？足りないですか？どうしよう？怒んないですか？うん、え、全然ないの？と、マジ？ないで取られたら返して。あ、まあいいよ。結構フラッと普通に入ってくるな。あ、普通に、あ、普通に入ってきますよ。もう普通ですよな。今から行く感じですね。はい、何分ぐらいかかります？大体15分ぐらいですか。15分ぐらい。え、最後は歩くんですか？歩きます。すぐ降りて。すぐ降りた。そこはきついんで、やっぱ、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。早いっすね。急ぎました。じゃあまた練習後にお願いします。頑張ってください。お疲れ様でした。じゃあ今から寮に帰ってご飯を食べるというところで、はい、じゃあまたそこでお願いします。はい、お疲れ様でした。チームメイトから見た田中選手ってどんな感じですか？本当のこと言った方がいい。真面目で筋トレとかめっちゃしてて、超ストイックで、マジで寮生のお手本みたいな。の逆ちゃん。めっちゃ逆ね。めっちゃ本当のこと言うやん。全部本当のこと言うやん。真逆言うやん。水色。そう、普段の田中選手について、じゃあ、まあさっき少し聞いたんだけど、まあサッカーの時と学校っていうか、まあ、普段と両方どんな感じかなっていう。サッカーは
まあ、とりあえず負けず嫌いですね。ああ、それは一番強いと思います。なるほど。学校はまあ分からない。うん、まあチャラけてるイメージはおはえ、まあ、クラスが違うんでまあわかんないですけど、はいはいはい、まあ別クラスから見たらまあチャラけてるイメージが強いですね。テスト違くなったらめっちゃ勉強するタイプ。容量がいいタイプ。ああ、もう俺もそうやってね。以上、うん、こいつらは計画的にね、ちゃんとちゃんとちゃんとそれが一番だ。それが一番。いやー、なんかチームの中だと どういうこうキャラクターっていうか。でも、うん、王様っすね。あ、王様よくなくないその言い方よくないよ。間違ったいい、いい意味でね。いい意味で、いい意味で、いい意味だ。いい意味すごい意味いや、でも本当皆さん応援してますんで頑張ってください、はい、ありがとうございます。これ出したときに、はい、どんな反応かなと思ったけど、みんな美味しかったですって言ってくれて、そうなんですね。だから良かったって思いましたね。はい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 。うん、まあでもそれ嬉しいですよね。やっぱ嬉しいです。ものすごく嬉しいです。ドラッグストア。ドラッグストア。サバカツどうすか。なんかサクサクですね。柔らかい。柔らかい。柔らかい。めっちゃ食べやすい。どうすか。美味しい。いや。薄っ。じゃあこれダメや。何が？主役が今。それいつも。いつもは重いってことバリバリしてるんですけど、柔らかくて食べやすいです。軽く食べれる。あ、重くない。俺も言って行きます。いただきます。甘い。甘いですね。すごい。全然美味しい。洗濯も自分でいつもやられるんですか。そうですね。自分で回して干してって感じです。ユースに入ってからそれはやり始めて。そうですね、もう中学校の時は親にやってましたので、はい、そのありがたみがユース入って分かりました。
親とは結構連絡取るんですか？親結構取りますね。結構頻繁に、ほぼ毎日ですかね。 LINE もしますし、はいはい、電話して、はい、まあ学校のこととかも、まあ、サッカーのこととかも結構話しますね。へえ、はい、それはお父さんもお母さんも？父さんも、そうですね、父さんもお母さんもどっちも話しますね。へえ、ちなみに上がることはもう報告してるんですか？あ、もうすぐ、その言われてすぐ電話してきましたね。へえ、どんな反応でした？お兄ちゃんはなんか、あ、マジみたいな、なんかそんなびっくりしなくて、あ、そうなんですね、あ、おめでとうみたいな、結構軽かったっす。へえ親はもう、母さんはめっちゃ喜んでましたね。よかったっつって。まあでも良かったですね。でも喜んでもらえると嬉しいですね。嬉しいですね。やっぱ親に一番に報告したかったって、はい、すぐ電話して、はい、喜んでくれたのもすごい嬉しかったっす、うん、やっぱそうですよね、はい、一日ありがとうございました。最後に今後の目標だけ一言いただいていいですか？はい、まあ、今回トップ昇格することが、まあ、決定して、まあ、来年またこのチームで戦えるということは自分にとってすごい嬉しいことなんで、まあ、1年目とか関係なく、まあ、フォワードとしてしっかりゴールを取って結果を残してチームのために戦える選手にこれからなっていきたいなと思います。ありがとうございました。じゃあ今日はありがとうございました。おやすみなさい。